はい、夏の彼方の続きやります。これでいいのかな？これ？ああ、エピソード2。何これ？これ普通にやっててできんのかな？あ、エピソード2になってるね。誰もいない浜辺。着いた着いた。一軒目、誰もいなくなった浜辺。あ、海辺だね。さざ波の音が聞こえる。誰かここで、砂浜に過ごした跡がある。波の打ちつける岩場に来たよ。ああ、海藻が流されている。段ボール箱。はい、調べましょう。キャンプ跡？キャンプ跡の方がいいのかな。段ボール箱見つけた。あら、絵がある。何これ？アマゾン？丁寧に閉じられている。燃料油。釣りしてみる。あ、釣り竿。やった、金目鯛だーって。 小さな魚やったね。どっち行こうかな。荷物がいっぱいだわ。行ってみて。あ、両方行くのかな結局。キャンプ跡、ゴミ、漂着物、外につながる道。浜辺。海面って何なの？ 海に入るの？また釣りか。何？同じか。え、釣り竿壊れんの？壊れちゃうんだ。もうちょっと探索するか。終わり？じゃあ終わるか。外につながる道っていうか。どうしよう。事務所？配送もいいな。配送行ってみるか。全部行くことになるのかな。おお、田んぼだな。セミの声か。着いた着いた。2軒目、山間の廃村。町は狭くないのに誰もいないのが一目でわかる。風、雨、鳥だけが変わらずにいる。家の並ぶ道。古い家と新築のアパートが奇妙な模様をなしている。細い道に物が投げ込まれている。土のう、家屋、細い路地。誰もいないよね。土のうと家屋があるけど、どれ見てみる？土のうって意味あんのかな。オッケー。家具、家を調べる。え、何もないの？ 未開封の、これいいんじゃない？電池で。細い路地。ほっといたら見つけてくれんのかな？草木に覆われてる道。看板、空っぽの店舗。店舗行ってみる？見つけた。何もない。燃料のポリタンク。これは荷物に含まれないんだね。交差炉。看板も調べる？お腹空いてる。なんもないよね。あ、自動販売機は？飲み物は？え、何もないの？え、何？ 飲み物は？どうするの？あ、いけんの？ちょっと放っとくか。
ガチャガチャ。何もない。庭。フルーツないんか。野菜は。あ、家庭菜園だって。でも荷物が多いな。あ、空腹だ。まずい。逃げろ。帰ろ。うん、帰る帰る。え、川辺のキャンパートと誰もいないホテル。人って案外、あ、すぐ慣れちゃうもんなんだな。もうすっかり一人でいるのに慣れちゃった。あかねさんや他の人とどんな風に暮らしてたのかも思い出せないや。ははは、早くない？また一人になったらどうしようとか悩んでたのがバカみたい。人って不思議。それとも私だけなのかな。私の話してもいい？昔からね、物覚えが良かったり新しい環境にすぐ慣れたり、そういう適応するのは得意だったんだ。お父さんが転勤多くて引っ越し多かったからかも。でもその代わり、何か一つのことに夢中になるとかそういうのあんまりないんだよね。趣味っていう趣味もないし、引っ越す前の友達の名前とかすぐ忘れちゃうし、はは。逃げてる途中に友達と離れ離れになった時も、お父さんとお母さんと離れはぐれた時もすぐ慣れちゃった。もしかしたらあなたのこともそのうち忘れちゃうかも。薄情だよね。自分でも嫌だなって時々思うけど、同じぐらいそういう性格なんだなって思う。だから忘れちゃったらごめんね。そしたらあなたも私のこと忘れていいからね。どういう悲しい。荷物ちょっと。ハンドガン。布切れってこれ。あー、材料か。これは鍋鍋ってなんか何か入ってる。収納だな。開けてみよう。あー、素晴らしいね。材料ってこれ、あ、軍手になんの。え、なった？軍手4、燃料、クラフトできる？焼き魚。へえ。こっちにしよう。これできてんの？あ、持ってる。これはしまっとくか。ガラスの破片もどうなの？武器になるのか。でもエピソード2、これでいいのかな。小さな病院を探索し、小さな病院？じゃあホテル行ってみるか。なんか詳細があったな。着いた着いた。1軒目、誰もいないホテル。明かりも人も消えたホテルは時が止まったみたいに取り残される。寝泊まりしようとは思えない。更衣室あたりを調べる。太陽光発電の時計が今でも動き続けている。すぐ先にバスルーム。サボテンの育った鉢植え、割れた鉢植え、観葉植物。今となっては使われていた頃を想像することさえできない。誰もいないよね。バスルームがある。そっち行ってみる。あたりを調べる。汚れた浴槽。中身の残ったシャンプー、また？廊下。廊下。暗く湿っていた。段ボール箱。女神像って何？
ちょっと女神像調べてみる？キリスト系なのかな？何もないんか。段ボールにすればよかった？あ、電池じゃん。結局両方調べるのか。あ、ハンドガンだ。行くか。あ、これじゃない？え、病院だったっけ？運転疲れた。2軒目、小さな病院。静まり返っていた。奥まで伸びる白い壁が暗がりに飲まれていく。事務室到着。何かあるかな？ここ何かいるっぽい。やばいかも。本当に入ってみる？帰る方がいい？入る。ゾンビいる？オッケー。これ荷物からさ、ハンドガンは？ちょっと待って。両手が岩のような感染者。え、どうしたらいいの？倒せる？え、なんか使うのこれ。死んじゃう？ちょっと待って、これ食べたら。ちょっと待って。ああ。これでも軽症か。ちょっと食べちゃった方がいいか。ペン立て？何？プラスチックコンテナ。終わり？ネジ止め。何もないんかい。あ、ボックス？ボックスか？収納にするか、そしたら。何もない。何もないの？もうちょっと探索する？え、何にもないの？じゃあ行くしかないんか。終わり？帰るか。病院は見つければいいのか。ねえ、あ、音すごいよ。誰に会ったと思う？え、ほんとこっちもびっくり。こんなとこで会うなんて。ね、最初見た時幽霊かと思った。ははは。まだ死ぬには早い。とはいえ、実はずっと夏野ちゃんのこと探してたんだけどね。え？そうなの？まあね。
それってあかねさんが、それともキャンプのみんながだよ。それじゃあキャンプのみんなも無事、怪我人が出たけど命に別状はない、あの倉庫は使えなくなったけど別のとこに移って暮らしてる。そうなんだ、よかった。どうやって私のこと見つけたの？結構遠くまで来たのに。いや、夏野ちゃんどこ行ったかなって探し回ってたら、聞き覚えのあるエンジン音がしてさ。本当にまた会えるとは正直思ってなかったけど、そっか。ま、そういうことだから。私たちのキャンプ来るでしょ？うん。で、うん？夏野ちゃん、誰と喋ってんのって、さっき誰と喋ってたわけ？あ、うん、あかね、ふーん、電波もないのに通話ができるね。ごめんなさい、黙ってて。私にも隠してたのは反省してほしいけど、けどまあこんな状況だし、隠し事の一つや二つ責められるようなことじゃないよね。私たちに見せたら取り上げられて調べられそうっていうのはその通りだし、どういうからくりなんだろう。さあ、電話、しかもビデオ通話ができるシステムが動いてるわけないしな。いつもつながってるの？ずっとじゃない、時々かけてもないのにつながる感じ。電源が入ってなくてもつながったりする？そんなわけないよ。まあ分かったよ、このことはみんなに内緒にしとく。え、その代わりに何か分かったことがあったら私にはちゃんと教えてね。うん、ありがとう。まさかね、なんか知ってんのかな。エピソード再開。あ、荷物、まあいいか。あ、応答。あかねさん、あ、その人もしかしてさっきまで生きてたとか？いや、私が見つけた時にはもうこうだった。体からいっぱい出てるこれアンテナだよね。え？そうだね、アンテナが体からアンテナが入るみたいに出てきて死んでる。私が前に見た通信機がお腹から出てきた人と似てる。謎のちゃん見たことあるんだ。うん、それってどのあたり？どのあたりだろう。あかねさんに会うよりちょっと前。詳しい場所は覚えてない。そっか、時々こういう感染者がいるの。体の内側から変容して何かが出てくる。出てくるものはいろいろで、アンテナ、通信機みたいな人工物もあるし、植物とか得体の知れない液体の時もある。見たこともない生き物の胎児みたいなのもあったね。人間の方も出てきた生き物の方も死んじゃったけど。へえ、私たちはさ、実は感染者がみんなもうそう、もうな、あ、そうなんじゃないかって思ってる。そう？内側から何かに変容しようとしてるってこと。このパンデミックは細菌やウイルスが原因で起きたものじゃない。え？それ前に会った人も言ってた。そっか、このことはまだ国とか社会が完全になくなっちゃう前に分かってたから、知ってる人は知ってるね。それってどういうこと？私たちのキャンプを襲った感染者たちもみんなこうやって体の内側から何かに変容してる。細菌、ウイルスのせいじゃなく、体そのものが自分から何か別のものになろうとしてる。それがこの人のアンテナみたいに体から本当に出てきて死んじゃう人もいれば、その前に体や精神がおかしくなって人を襲い始める人もいる。体が自分から？なんで？さあ、そこまでは私たちも多分世界中の誰も分かってない。さっきから私たちって言ってるけど、それって
私たちはあのキャンプに集まってるみんなはもともと今回の件を調査するために集められた研究員なの。集められてすぐ調査とかそんなこと言ってられる状況じゃなくなってほとんど何もできなかったけどね。そうなんだ。これはパンデミックなんかじゃない。体が、私たちの体が自分から別のものに変わろうとしている。まるで進化、何かから呼びかけられてるみたい。ゾンビ的なもんじゃないの？アンテナ。はい、戻りました。と、あかねさんだ。何してるんだろう、あんな隅っこで。ちょっと見に行ってみるね。何してるの、こんなとこで。おお、夏野ちゃん見つかっちゃったか。見つかっちゃダメなことしてるの？ううん、別に。見られて困るものなんて私には何一つない。一つぐらいはあってほしいけど。ま、何かっていうとこれなんだけど。これって前にアンテナに変容した感染者見たでしょ？うん、あかねさんと一緒に見たやつだよね。そうそう、あの後実はあの感染者からアンテナだけ切除して持ち帰ったの。正確にはアンテナと付随する回路。そんなことしてたんだ。まあ私たちは曲がりなりにも研究機関だから、雇い主もいないし調べる義務もないけど、みんな気になるっていうか、そういう性分なもんでね。それでそのアンテナと適当なスピーカーにつなげてみたんだけど、スピーカーをつなげてみた。何か聞こえる？そう、何かしらの信号を捉えてるみたいなの。さらにこれだけの話じゃなくて、感染者から摘出されたものは時々こうして何かのパターンを示していることがあって、私たちはこの信号が今回のパンデミックを解明する手がかりと思ってるわけ。この信号の謎が解ければ何かわかるかもってね。何かって？さあ、そんなのは見つけてみるまでわかんない。ちなみにあかねさんはどう思ってるの？どうって？予想というか仮説？そういうのあったりするのかなって。仮説なんて立てられるほど分かってることがあるわけじゃないよ。っていうか何にも分かんない。信号を受信してるのが分かったのだってたまたま。けどまあ、私の勝手な想像ならある。どんな？笑わない？笑わないよ。あはは。もう笑ってるじゃん。教えてあげない。ごめんって、教えてよ。もう笑わないから。誰かがね、誰かが私たちに語りかけてるんじゃないかって思うの。私たちは語りかけられていて、私たち自身は意識は何も感じてないけど、体がそれに応えようとしてるんじゃないかって、そんな風に思うんだ。誰か、誰かって誰？例えばそう、宇宙人とか。ここは笑うとこなんだけど。はは、宇宙人か。いるのかな宇宙人。さあね。でも宇宙人の仕業とかじゃなきゃありえないもん、こんなの。体からアンテナが生えてくるとか、どんなサプライズだよって感じ。意味わかんないでしょ。確かに宇宙人か。語りかけられて2件探索し無事に帰ってくる。ちょっと待って、荷物見とくか。なんかあったっけ。中身のこれ開けようよ。おお、ガラスのこれでいっか。再生か。あ、これ何？
どこでもいいの行って。ちょっとこれ下まで行けないんだけど、あ、行けた。どこ行ったっけ、ここも全部行ってるこれ。事務所行ってみる？行ってないっけ、ここ。間違っちゃった。小さな事務所。コンクリートの冷たさに身が震える。会議室到着。何かあるかな？上等な椅子。デスクの並んだ部屋。革張りのソファ。散らかったアルミのデスク。目を凝らせば控え室。何か見つかるといいけど。ソファーと、ここは選ぶの？ソファー見てなんかあんのかな？オッケー。アルミのデスク。鉄くずを見つけた。もらってこ。どっち行こうかな。控え室行ってみる。何かあるかな？窓にはブラインド。木の机、掛け時計、質素なベッド。木の机じゃない。ベッドになんかあんのかな、布か。なんでえ、玉切れなの。置いてるって。やっつけたよ。どっか別のとこ行くか。どうする、掛け時計にするか、ベッドか。お、よしよし、もう行くか。もう一軒探索するってこと。キャンプ行ったっけ。行ってないか。着いた着いた。川辺のキャンプ跡。キャンプをしていた跡を見つけた。人の気配はないけど、道具だけが取り残される。物置小屋。物置小屋調べようよ。収納。どうしたらいいのこれ。やたらに背の高い収納って何なの？人間が入れるってこと？また？これ一発で倒せないってこと？二発撃ってんのかな？焚き火をした後。畑、穴。畑は？クーラーボックスも調べたいけど。野菜ある？大丈夫？焼けただれた感染症。穴を調べるの。誰が何のために掘ったんだろう。穴を覗き込むというのは恐ろしい。あ、塩の缶詰。あ、何？あ、食べていいよ。それでも小腹か。あ、全部調べるんだ。あ、また？帰るか。あ、またお腹空いてる。帰る帰る。戻ろう。
ねえ待ってよ、新しいキャラやっと追いついた。あ、誰、歩くの早くない、キャットって書いてる。さっきあそこから出てくるの見かけて追いかけてきたの。すごい髪型してんな。君さ、こんなとこで何してんの。お、なんかムチムチだね。死の、これとこれとあとこれ、この写真はその辺だったんだよ、ちょうどさっき見つけたとこって感じ。へえ、こんなとこあったんだ、この辺に。そうそう、でこれとこれとこれがまだ見つかってないやつってわけ。本当に写真の場所をたどってるんだ、巡ってるんだ。あー、信じてなかったんだ。だってたまたま拾った写真に写ってる場所を探して旅してるとか、こんな状況でそんなことしないよ普通。まあね、けどずっとしたかったんだこういう旅、こんな風になっちゃう前からさ。どんな、あ、こんな状況でもないと一人旅なんかできないじゃん。そういうもんかな。カメラはずっと前から好きだし。写真の場所を見つけたらどうするわけ。やったーってなる。それだけ、それだけ。達成感 is プライスレス。あー、バカにしてる。いや、別にバカにはしてないけど。それでさ、夏野ちゃん、しばらくの間ご一緒しない？ずっととは言わないから。ここで会ったのも何かの縁だし、車の旅っていうのも楽しそう。偶然出会った人としばらく行動を共にするっていうのも旅っぽくない？まあいいよ。本当？一人より心強いし。やったー。その写真の場所っていうの私もちょっと気になるし。え、本当に？さすが夏野ちゃん、見る目あるね。調子がいいね。エピソード、キャラクターエピソード。写真の場所を探す少女。ちょっと荷物。あ、シノも持てんの？鉄くず置いていくか。クラフトできる？ハンドガンの弾作れんじゃん。はい、これいるんかな。布切れは、軍手、ナップサック、あ、よし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 。これこのまままた進めていいのかな、違うエピソードなのかな。あ、違うか、エンドではないんだ。どうしよう、一回やめるか。で、シノを見てみるか今度。じゃあ一回終了します。ありがとうございました。